今日もね、絵を描いてる動画を背景にね、喋っていきたいなと思うんですけれども、作業の音もなんかにね、ぜひ使っていってください。いやちょっとね、また動画結局期間空いちゃったんですけど、相変わらずね、上げていきたいなと思うんですけど、そんなに期待せずにね、待っててもらえたらなと思うんですけど、まあ頑張ります。はい、上げていきたいと思ってます。はい、まあなんでね、ちょっと上げるのを遅れてしまったかっていう言い訳をね、させてもらうと、花粉症がやばい。花粉症どうですか皆さん、食らってます？もろに花粉受粉しちゃってます？鼻の中に。私はね、もうすっごくて、今までもね、結構花粉悩まされてたんですよ。鼻水、喉、くしゃみ、目、耳がなんかツーンとする感じ、今までもねあったんですけど、まあ、今までは本当もうちょっとストレスだなくらいの感じ、常に重荷持ってるなくらいの感じ、ちょっときついなくらいの感じだったんですけど、今年はね本当にもうね、先月なんて一回寝込みましたからね。土曜だか日曜だか、日曜かなにもう寝込んで、きつすぎて辛すぎて、もう部屋にこもってずっとくしゃみ、ティッシュ片手にみたいな感じだったんですけど、本当にねきつくて、で仕事もね結構外を歩く仕事してるんですよ。なのでその日中もくしゃみすごいし、目もしょぼしょぼして前見にくいしみたいな、結構ね食らってるんですよ。どうですか皆さんね、今までと比べて食らってるとか、毎年ね花粉全く食らいませんよっていう最強の方とかねいると思うんですけど、でついにね薬をね買ったんですよ。今までね病院とか行ったことなかったんですよ。花粉症だなって自覚はあったんですけど、病院で薬もらったりとか、なんなら見てもらうってことをしてなくて、で今回ちょっと本当にやばいなっていうことで、ちょっとドラッグストアに行って花粉症専用の薬みたいなのをね買ったんですよ。で一応副作用としてこう眠くなっちゃいますよみたいなのがあったんで、さすがに日中飲んで眠くなっちゃうの嫌だなと思ったんで、寝る前に飲んだんですよ。そしたら朝起きたらもうすっきりしてて、今までは寝てる時にちょっと起きちゃったりとかもしちゃったんですよ。その喉が痛かったりとか、鼻水が止まんなくて、うわー苦しいってなって起きたりとかしてたんですよ夜中に。でもそれが全くなく起きれて、朝に起きれて、なんだろう、喉もそんなイガイガしてないし、まあ、ちょっと乾燥してるかなくらいの感じで起きれたんですよ。だから大事だなと思って、薬飲むの。皆さんね、薬飲んだことないよって方はぜひね、ドラッグストアに行って薬ね飲んでみてください。全然違います。まあ、そんな人いないと思うんですけど、他にね、やっぱり困ったら一旦ドラッグストアとか行くと思うんですけど、僕はね割となんか古臭い人間というか、まあなんとかなるべっていう感じで生きてたんですけど、さすがにねちょっと薬、文明の利器をね頼ってしまいました。でももうほんと最強です。プラシーボとかなんか良くなった気がするとかじゃなくて、ちゃんと良くなるね。うん、ただねやっぱりちょっと日中はね、その薬の効果が切れて外歩いてる時とか、やっぱりちょっと鼻水、くしゃみはね止まんなくなります。はい、だそこはねちょっとどうにかしたいなっていうのはあるんですけど、どうですか、あれ、眠くなります？そういう薬飲んだ時、日中ってどうなんですかね。いやそんな言うほど気絶しちゃうほど眠くなんないよなのか、やっぱりその分こう副作用として効いてきて眠気が襲うのか、たまにね運転する時もあるんですよ、その仕事の内容的に。だからそういうのも考えると、あんま飲んじゃダメかなっていうので飲まないようにしてるんですけど、でもね飲まないとやってらんないくらいきついんですよ。結構ティッシュもすぐ使い切っちゃうし、なんならすぐティッシュが出せない時とか、気軽にね鼻かめない状況とかもあったりするんで、なのでそういう時にねどうしようってなっちゃうんですよね。まあ、ぜひねその似たような薬、そういう花粉症専用の薬とか飲んでる方いたら、ぜひ副作用どんくらい効くのかっていうのはね教えてほしいです。でもね体感、そのやっぱり寝てる時寝つきはすごいいいなって感じるんですよ。こうぐっすり寝たなって感じするんですよ、起きた時に。だからこれを考えると、やっぱしっかりこう睡眠導入剤的な役割としても効いてるのかなっていう感じはしちゃうんですよね。まあ、そこはねちょっと
おいおい使っていきたいなっていう、試していきたいなとは思うんですけど、あとはねやっぱりね、なんといってもね、これが最近よく感じることなんですけど、車がね汚れるんですよ。これ多分ね花粉のせいだと思うんですよ。冬場とかねあんまりなかったんですけど、ボンネットとかをこうさってこう指ですくったりとかすると、なんか白い粉みたいなのがこう溜まってるんですよ。なんか積もってるんですよ。あれ多分花粉だと思うんだよね。違かったらごめんだけど、花粉ごめんなさいだけど、ちょっとこれも花粉のせいにさせていただきたいんだけど、車がねなんかほんとすごいちょっとしらっちゃける感じがするんですよね、走ってたりすると。だからもうほんと洗車洗車、ちょっとタオルで拭いてみたいな感じになっちゃうんですよ。どうですか、あれ本当にどうなの、あれは花粉なの、ただのホコリなのかな、教えてほしい。あれは何なんですか、車の上に積もるあの白いのは。この時期だからこそのものと考えるとやっぱ花粉だと思うんですけど、まあ本当にね、何が言いたいかというとね、もう花粉嫌です。はい、そのね、自然が豊かなのはいいことですよ。その杉とかそういう木々がねまだ活発に元気に生きてるのはいいことなんですけど、やっぱちょっと人間にとって結構辛いですね、花粉は。本当にちょっと飛ばしすぎだよっていう、活発すぎだよ、元気すぎだよっていう感じにはね、ありますけど、はい、もうちょっと優しくでもいいんじゃないっていう、もうちょっと狙い撃ちでもいいんじゃないっていう、その木から木に移せばいいんじゃないっていう、その何でもかんでもね、この街中に放てばいいってもんじゃないし、仕事柄ね結構都心部に行くことがあるんですよ。もうほんとオフィス街って言われているビルがボパー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 と並んでるところに行くんですけど、そんなところにまで花粉飛ばさなくていいんじゃないっていうのはねやっぱ思いますよね。まあちょっとね、それはねちょっと人間のエゴが過ぎるというか、言いがかりすぎるのであんま言わないですけど、はい、頑張ってほしいなって思います。はい、ぜひね皆さんもね、ちょっとここからまだまだね花粉の時期続くと思いますけど、負けずにね頑張っていきたいなと、頑張っていきましょうという動画でした。はい、何を書いてるかね、ぜひ予想してみてください。どうなんだろう、これもうだいぶ完成見えてきてるのかな、この動画が上がる頃には。ちょっとわかんないです、どの動画にこの音源を差し込むかわかんないんですけど、でもちゃんとやってほしいんだと思うんですけど、まあ、ね、そんな感じでやってるんで、はい、気軽にねコメントしてってください。花粉どうですかっていうところとね、なんか車に積もってるあの白い粉何ですかっていうのと、何を描いてるかね、絵の方もねぜひ見ててほしいなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。鼻水垂れてきた。ありがとうございます。